この幼子に必要なのはパラドックスを学ぶことだけだと、つまり心の奥底では信じていても大丈夫だという信念を持っていても、見てくれる人がいない場所に財布を置きっぱなしにしない、はいはいはい、そうやってちゃんと用心もしておく、はい、純粋さと、はい、用心、はい、っていうことが書いてあるんですかね。あ、レベル1、はい、疑いを抱かずに周囲の状況や権力を受け入れる、自分が体験している人生が全てであるという信念で、レベル2に行くと転落、幻滅や失望を体験するが、逆境にあっても信念と善良さを持ち続けると。そしてレベル3に行くと、賢い幼子として楽園への帰還を果たすと。否定、愚直、依存とは無縁の信頼と楽観主義と、一歩出れば、はい、そういったものを学んでいくよっていう、まあ、この成長のジャーニーですよね成長のジャーニーです、はいはい、っていう話ですよね。成長して楽園に戻ってくるみたいな、うん、そうなんでしょうね。で、このまあ幼子の特徴なんですけども、最初のレベルの幼子は人生を二者択一で見ていると、はい、つまり安全な場所、はい、安全ではない場所、はい、でいずれかという考え方だと、はい、権力者は自分たちが論じている内容を理解しているか理解していないかのいずれかであり、人民、国民は完璧か役立たずかどちらか、はいはい、でさらに悪いのは自分は完璧でなければならない、そうでなければ存在意義がないって感じてしまう。したがって幼子は理想主義や完全主義に燃えていたかと思うと、急に幻滅を味わってシニカルになるっていう両極端を行ったり来たりしますと、はいはい、これもタイプ6の話ですね、はい、エニアグラムでいうところの、ここには多分 NT タイプはあまりいない感じがしますね。はい、まあ、スタートはここの可能性ありますけどね、アーキタイプなので、はい、はい、確かにスタートはここで、はい、まあ、ここに別にとどまる必要はないですよね。とどまる必要はなくて、多分出てる人も多いんじゃないですかね。なのでよくこの、まあ、我々のタイプで取り扱ってる、はい、まあ、16タイプとかで、はい、INF の人たちは、なんか僕なんかここにいるんだろうなって、はい、思えてならないんですね、はいはい、でこのアーキタイプが言ってるのは、あなたはこの原型があなたなんじゃなくて、はい、全体12全部がホールネスがあなただよと言ってる、はい、それをやってるだけって話ですからね。やってるだけなんですよね多分、はいはい、なのでこれなんかタイプ論いい面は、はい、それやってるっていうのを分かること、はい、で、はい、結局エニアグラムは手放しましょうですけど、はい、タイプも結局は手放しましょうっていう話なんですかね。まあそうじゃないですか、手放しましょうっていうか、あ、そうか、はい、聞き手じゃない方も使えるよって話なんですよね、まあ、エニアグラムはまあそもそも囚われの話じゃないですか、はい、だからまあ手放しましょうだと思うんですよ、はい、それその悪いところ握ってるからそれが出てるだけだよって、はい、それが出てるんだよっていう。じゃあこの今アーキタイプで言ってる悪い面、はい、シャドウの面は、はい、例えば僕は今気づくわけですよ、はい、幼子やってるなって、はい、幼子にとどまってるなって思うんですよ、はい、でアーキタイプっていうかこのヒーローズジャーニーは、はい、まあ、成長の旅じゃないですか。成長の旅、はい、で成長の旅はそういうことですよって話ですよね。幼子にとどまってちゃいけないし、まあ、転落せよと、はい、幼子にとどまってると自覚するならば、はいはい、確かにそんなような気がします。アリン様、幼子の多責思考について、あ、なるほど、評価軸が他人なので悩みは少なそうで現代社会の戦略で正解と。あ、なるほど、だから僕ね本当に、まあ、そうやって心を守ってるって話だと思うんですよ。あ、なるほど、あのなんか本当の幼子、子供、虐待を受けた子供とかって、はいはい、これは愛の無知なんだみたいなことを言う子が結構多いみたいな。親を守ろうとするんですよね。親を守ろうとするみたいな、はい、多分それと同じことじゃないですか。自分の気持ちは守ってるみたいな、私は愛されてるみたいな実感をそれでも持ってるみたいな。もう本当僕、はい、お金が許すなら僕が本当に面倒を見たいぐらいです、はい、多分それと似たようなのを多分幼子って言ってる。あ、でも俺差別するんだろうなダメダメ、そんな完璧じゃない、はい、だから大人だとあれじゃないですか、ブラック企業で働いたり
ああ、やめなくてね。やめなくて、まあこれでも僕は守られてるんだみたいな。まあ社会保険、はい、保険証はもらえますからね、はい、病院は行ける、はい、それでもこう社長を頼ってないとダメなんだみたいな、社長の言う通りにやらなきゃダメなんだ、もう泣けてきますねこれみたいな感じなんじゃないですか、幼子人生、はい、なるほど。ただね、やっぱり書いてあるのはこのさまざまな経験を通じ信念を失ったり取り戻したりするうちに王国の広さが分かってくると、はい、自分の力で生きなければみたいなのに気づいていくというようなことが書いてありますね。純粋さは忘れないまま、はいはい、それは忘れなくていい、はい、なのでこの幼子へのエクササイズがあります、はいはい、本当これタイプ論の話みたいなんですけど、はい、幼子のさんのエクササイズ、幼子があなたに訪れるの現れるのは多い方だろうか、それとも少ない方だろうか、昔と今どちらが現れる機会が多いか、それを考えてみようと。今後は今よりも表に出ることが多いだろうか、次の中で現れる頻度がいつだろう、職場にいるとき、自宅にいるとき、友人と一緒にいるとき、夢を見ているとき、どんなときに幼子が現れますかと。2番、友人、身内、同僚といった人々の中で幼子のアーキタイプに影響を受けていると思われる人、誰かいますよね。まあそれを、まあ、投影してみると、はいはいはい、あれだなっていうのが多分、はいはい、皆さんも僕見ればいいですよ、はいはい、で、幼子の現れについてあなたが望むものと違っているところはあるだろうか。で4番、それぞれのアーキタイプは異なったやり方で現れるので、じっくり時間をかけあなたの人生で現れている幼子や現れる可能性がある幼子を文字や映像で描いてみよう。どんな風に振る舞っているだろう、最もくつろいでいるように見えるのはどんな状況だろうと。まあここにも書いてあったのは、幼子はスタートであり、はい、ゴールであると、はい、なのでまあ皆さんの中に幼子がいると思うんですけど、はい、それを、まあ、理想の形で描いておくと、はい、まあ、結局純粋さを保っておくっていうことですもんね。信じる心、はい、プリキュアみたいなこと言ってますけど、はいはい、だから体調の中にもいるってことですよね、そういう純粋性。いるんじゃないですか、まあ、理想とかみたいなとこですよね、はい、まあ、完全にみんなが信じれたらいいですよねみたいなとこですよね、はい、でそこにあ、まあ、多分本当の幼子だった時はそうだったと思うんですよ皆さん子供の時こんな凛様もね本当に赤ちゃんの時なんて本当にそれしかないわけじゃないですか、はい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 、でそこからそれでは生きていけないと思っていろんなことをこうこうで凛様みたいな車に構えこうやってもう悔しいと思うんですけど、はいはい、で出てくんだと思うんですよ、はい、だけど死ぬ時はまた そこが理想ですよね。もう自分が老いて何もできなくなった時にはこうみんなに守られてる、はい、ね、本当なんか幼子に回帰してきますよね、はい、おじいちゃんとかってっていうのが理想みたいなところが多分あるとは思うんですよ。でそんなことはやってられないからやってないだけの話でなんで僕やってんでしょうね、はい、幼子プレイ。いや僕もこの、はい、フランス文学者の、はい、何でしたっけ、なんとか辰樹さん、内田辰さんか、はい、が言うんですよ。そのもう今子供と大人が、はい、で SNS にはもう子供しかいないと、はい、ギャー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 自分のこと言うだけだと、はい、大人は違うと、はい、大人は現実を見据えてそれをどうにか直そうとするのが大人だと、はい、で僕は内田辰さんは僕はそんな大人が増えるよう、はい、を活動している、はい、未来のことを書いていらっしゃってて、はい、僕は大人だと思ってるんですね、はい、でこれ読むと、はい、めっちゃ幼子やんって、はい、だその言葉もまあ親の言葉だと思えば幼子だと思うあそれを信じてそれをやるみたいな、かたくなにお父ちゃんの言うことを信じて、はい、みたいなこともまあ言えるのかなっていう。グレートファーザーじゃないのに、はい、そうですよね、はい、みんなグレートじゃないですよね。みんなグレートではないから守ってくれないわけじゃないですか、そうやって言うけど言うけどね言うけど実際守ってはもらえないわけじゃないですか、はい、で僕今ちょっと、はい、メタで見ると、はい、言ってる君も、はい、
結構子供っぽいよって内田達郎さんに対してね、はいはい、言ってるだけじゃんって、はいはいはい、子供みたいに、はい、そっか王様は裸だって言える人間になりたいですね、はい、あ言える勇気なのかで、まあ、タイプが影響はしそうって感じですよね、はい、アーキタイプにどこを握るかみたいな、あアーキタイプも握ってるよっていう今話、アーキタイプは、はい、まあ、その成長の段階みたいなところじゃないですか、はい、でそのタイプによって、はい、まあ、これをやりたいみたいなのが多く出たりするんじゃないですか、そのタイプっていうのは16タイプな、16タイプとか、はいはいはい、エニアグラムとか、はい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 、うん、どこで生きてるかな感じはしますね、はいはいはい、まあ、エニアグラムもあれ結局は1から9への成長の旅ですもんね、はい、でどこで立ち止まったか、はい、ずっとぐるぐる統合してきてた話ですもんね、はい、あの2で言うと8で言うと、はい、1、2と言って2でいるときに8を体験し、はい、楽じゃんって言って、はい、2、3、4、5とか行かずに8に行くみたいな、はい、そういう旅の仕方、はい、面白いです、はい、すいません、まだ希望があるって言い続けられるのはケウではありますねと、はい、ヤンバラさんは思ってないんですかね、その幼子とも限らないって話ですよね、 NF が孤児とか、あまだ出てきてないけど、なるほど、なんか冷淡とかそんな感じなかったです、じゃあでも僕は、はい、毎回この話はするんですけど、はい、あの霧島部活辞めるってようで、はい、野球部のキャプテンが、はい、弱小野球部のキャプテンが、はい、ドラフト日前日に素振りをするんですよ、はい、明日ドラフトだからさって言って、はい、あの生き方いいなって思うんですね、はい、僕もドラフト待ちです、はい、じゃないと生きていけないんですよ、そうやっていつかドラフトにかかると思ってないと生きていけないんですよ、それはだから虐待されてる子供と同じだって話ですよね、えっていう話ですよね、幼子現実を見ろ、現実を見ろっていうか、はい、まあ、それでも愛されてる、ふんふん、自分は特別だからそれでも愛されてるはずって思うことでこう虐待されてるっていう事実は愛だと受け止めるみたいな、あ今おっしゃってるのは、はい、何かを信じて生きる、はい、誰かがこうやってヒュッて、はい、UFO キャッチャーのように、はい、あ確かに今 UFO キャッチャーを待ってる感じはしますね、はい、どこかのラジオ局から、はい、帯上げますって言われるみたいな、はい、来るわけないですよね、そういうアプローチが必要みたいな話ですよね、アプローチはしてないです、やるとするならば、確かに、はい、転落という言葉は強いけど手放すと思えば受け入れやすいんですかねと、あそうかもしれないですね、はい、まあ、転落するよって話だと思うんですよおっしゃる通り、はい、はい、幼子のままいられないじゃないですか、いられないです、はい、いたら転落するんですよ自動的にでそこで学んでみんな違うところにいるんですよ、はい、で突き落とされたところで幼子やってるんだったら、はい、何してんのって話ですよね、はい、で、まあ、そこに憧れみたいなのを持ってたりするとずっとちょいちょいやってたりはするかもしれないけどっていう、はいはいはい、確かに、このタイプ気に入られようと演技する場合もあるから純粋とも違うかなって、まあそうですね、はい、はい、究極的には社会に依存しているのでみんな子供と言えると、はい、いう見方もできるし、みんなで社会を作ってるよ、そんな社会を作ってるよって思えば、まあ、それが人類の戦略ですからね、うん、大人じゃんとも思えるんですけどね、はい、いや分かっててプロレスしてるわけですよね、プロレスしてるプロレス、はい、あ要はなんて言うんでしょう、役割を演じて、はいはいはい、みんなが求められることをやる、それが人類の戦略としてやる、はいはい、はなんかやってるわけですよね、純粋でもあり結構大人だとも思うんですけどね、はい、はい、まあ、社会的生き物なんで依存はするんですよ社会に、幸せないと生きていけないじゃないですか、はい、はい